随所より、湯煙がもうもうと上がる、鉄林温泉。鉄林温泉は、大分県別府市にある温泉で、別府八湯の一つ。温泉の湧出量では、日本最大である別府の源泉の大半が、鉄林に集中している。時場の面影を濃く残し、レトロな街並みと別府地獄巡りの多くが、鉄林温泉にある。鉄林温泉源泉の一つ。別府八湯は、 西部の火山帯から東部の別府湾に向けて広がる火山6線上地に噴出する自然湧出線からなり、江戸時代後期までのお寒を中心に多くの当時客を集めていた。明治時代の近代化以降は別府港、鉄道、道路の整備により観光客が急増し一大観光地と化す。地上に吹き上げる高温の沸騰船は気液分離装置により温泉水と 温泉蒸気とに分離され、温泉水は配管で、各集落へ、高温の蒸気は湯煙となり、空中に高く排出され、温泉上らしい雰囲気を醸成している。とりわけ鉄林温泉は、廟版温泉とともに、湯時場の色彩が強く、今、なおきちん宿や畑子の機械を持つ、古い宿泊施設が、旅館や菓子として残り、路地を挟んで、 小規模な杜氏宿が立ち並ぶレトロで情緒豊かな街並みを形成している。また、町の各所に住民により管理された共同浴場が点在する。至るところから、モう,うと湯煙入りを上げる、鉄林温泉地区の街並みの景観は、明場温泉地区と共に、別府の湯煙、温泉地景観の名称で2012年9月19日に、重要文化的景観として選定されている。 温泉街の中心部に立つ仏像という煙。地獄虫の卵、トウモロコシ、芋などの売店。鉄輪虫湯をはじめ、商人湯、地獄原温泉など9箇所の共同浴場がある。以上、鬼山地獄別府観光を代表する観光地で全部で8箇所がある。すべて入場は有料だが2日間有効の八地獄共通観覧券がある。別府地獄巡りを参照。 当時客が自炊するために設けられた地獄虫鹿島旅館、双場草にて。地獄虫は、江戸時代より当時客に好まれた鉄輪を代表する料理の一つで、高温の温泉を利用した料理。地獄虫料理を体験できる地獄虫工房鉄輪がある。温泉街には、湯の川と呼ばれる川が流れ、各源泉から流れ出た温泉水が一箇所に集い、 棒棒と音を立てて流れ落ちている。湯の川の近くには、湯雨だけと呼ばれる温泉の冷却装置がある。これは2000年代に入って建造されたもので、源泉の湯温が摂氏100度にも達するという湯温を調節するもので、下水による超温を回避できる。別府町あざ鉄輪以上最寄りバス停は、鉄輪口もしくは、鉄輪に詳しくは、各記事を参照のこと。 鉄輪温泉前景、ありがとうございます。